ねえ、パーティーにディレニー博士はいたの？うん、でもリーが来て。嘘でしょ、何があったの？リーに操られて自殺しちゃったんだ。ひどすぎる、絶対あいつを止めないと。もちろん、ディレニーが死ぬ間際名前を教えてた。モーガン・マイケルズ。モーガン・マイケルズ、誰なの？わかんない、でもデビルズ・ブレスに関わってるはず。そっちはファイルから何か情報つかめた？うん、それがね、数年前オズボーンがフィスクにラボを作るよう頼んでたの。しかも監査官に秘密でね。秘密のラボ？デビルズ・ブレスの？想像通り危険なものなら当然でしょ。ラボの場所は？それは書いてないの。オズボーンがフィスクに記録を破棄させたから。残ってるのはフィスク建設から市長の個人口座への請求書のみ。フィスクらしい、市長の恐喝材料に請求書を残しておいたんでしょ。全てがノーマン・オズボーンにつながっている。そろそろお宅訪問しとくか。オズボーンが口を割るとは思えないけど。他の手があるだろう。よし、あそこからノーマンのオフィスに侵入。セキュリティシステムをシャットダウンしないと入れないか。バレたらビル丸ごと封鎖されちゃうだろうし。外からでもネットワークモジュールをハッキングできるはず。ネットワークケーブルだ。セキュリティモジュールまで辿ってみるか。あった、セキュリティモジュール。ビルの周りに4つあるみたいだ。これならもう楽勝。なんだ、セキュリティチーム応答。セーブルチームアルファ待機中。電気系統がいかれた。了解、問題を突き止める間外の警戒を頼む。楽になると思ったのに。全セーブルチーム、ソフトウェアに問題が発生したようだ。専門家を呼ぶ。了解、外の捜索を続ける。何、全エージェント何者かにサブシステムが乗っ取られた。デルタプロトコルを開始。っていうかドローン流行りすぎじゃない。全チーム状況を報告しろ。外部は異常ないな、オールクリア。ソフトウェアの問題なのか。さあな、確認中だ。警戒レベルを維持しろ。よし、残りはあと2つ。データを分析してる。警戒しろ。了解、警戒する。発見。くそ、またサブシステムがオフラインになった。誰か85階の外壁をスキャンしてくれ。了解、ヘリで向かう。急ごう。いや MJ、 今はちょっと。すぐすぐ、チャールズ・スタンディッシュの居場所をつかんだ。接触できれば何か聞き出せるかも。ディレニー博士のこと知ってたし、マイケルズのことも知ってるはず。分かった、でも無茶しないでよ。無茶といえばモジュール見つけないと。最後の見っけ。やった、ノーマンのオフィスでモーガン・マイケルズとデビルズ・ブレスの情報をゲットできますように。外部は異常なし、ビルを封鎖するか。待て、オズボーンさんが電話の最中だ。追跡を継続、誰かいるのは間違いない。待て、安全な回線に変える。私を甘く見るなよ。
部下に君のファイルをチェックさせた。この裏取引をバラしたとして世間はどちらを信じるかな。檻の中にいるのは私じゃないぞ。まった、電話の相手ってもしかしてフィスク？仁王像？一体何の話だ。オークション会場の仁王像、 MJ が見つけたファイルの話してる。大成功。GR27。 モーガン・マイケルズ博士は主任科学者でもラボの場所は編集されてる。 AI 制御のクリスパー、もし実現可能ならどんな遺伝性疾患も治せる。脳包性繊維症もハンチントン病も信じられない。GR27 がデビルズプレス、治療用に開発されたけど今のままじゃ生物兵器でしかないのか。唯一のサンプルはマイケルズが携帯してる。だから狙われてるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。MJ、聞いて。デビルズブレスはもともと武器じゃなくて遺伝性疾患の治療薬だったんだよ。でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。こんな危険なものセーブルには任せておけない。手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし、博士の居場所知ってるはず。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり？こっそりと忍び込む。またね、パートナー。セーブルの敷地に忍び込む？そんなのやばいって。セントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。